6歳頃に幼稚園でやってたので始めました。いつも見ていたので憧れの存在でした。自分はそのレベルにまだないと思ってたので驚きはありましたけど、よりプロが近づいたということで、そういう目標っていうのは高く設定できました。周りのレベルが自分より高かったっていうのもありますし、その中でも諦めることなく、まあ、四方田コーチ、現コーチ、その当時はユースの監督でしたけど、四方さんの言うことをしっかりと聞いて、それを反復していった結果、プロに上がれたと思います。いつかそこでプレーできればなと思っていた場所なので、実際にこうやって今、プレーできているということは本当に幸せだなと思います。そうですね、もうまさかその当時も自分が今実際に見ている札幌ドームでプロになれるとは思ってなかったので、まあ、そういう自分の将来を想像しながら、うん、僕らの試合っていうのを見てもらえればいいと思うし、僕らの試合から刺激をもらってまた練習だったり、頑張っていけばプロに近づけると思うので、目標高く持って頑張ってほしいと思います。心は赤黒と共に。